人工知能に関する話題をたくさん耳にするようになりました最近流行りの一分野と言ってもいいでしょうしかしながらこの状況は昔からあったわけではありません現在第三次 AI ブームと言われていますその昔今から30年前には第二次ブームがありましたこの時は コンピューターの情報処理に限界があるのではないかと言われ盛んに脳の仕組みを取り入れようと模索していた時代でもありますコンピューターといえばエレクトロニクスという言葉を思い浮かべるかもしれませんこれは電子工学のことです学問の世界にもいろいろな流れがありまして物理学の一分野としてスタートした電気工学はその後電子工学情報通信工学 を発展していき現代社会の基盤技術として我々の世界を支えてくれていますこれから先人間のように振る舞う人工的な頭脳を作るという試みに発展していくと思われますまるでサイエンスフィクションのような世界ですその実現には多くの技術革新が必要ですそのヒントはどこにあるのでしょうか人間のように振る舞う我々自身の中にあります 例えば医学生物学の知識が役立つかもしれません人とコミュニケーションを取るということを考えれば心理学や言語学も役立つかもしれません先端の研究へ取り組む場合既存の学問の枠組みを飛び出しさまざま分野を取り組んでいくことが求められますまさに学問の垣根が低くなっていくと実感する瞬間だと思います最近の機会は人間と同じように 様々なことを自ら学んでいきますその過程では間違うこともあるでしょうしかし文句も言わずに機械は粘り強く学び続けますそしてどんどん賢くなっていきます我々人間も同じです理系文系と考えるのではなく何事にも興味を持っておくとこれからの人生がより充実したものになるのではないでしょうか